にちは、優しい音楽チャンネルのゆうじです。今回は弾いてるだけで心地の良いギターコード、響きの綺麗なギターコード、それの第4弾をお届けしたいと思います。今回もね、このコードブックには載ってない独自のコードを、はい、皆さんにお届けしたいと思います。じゃあまず Em のオープンハイコードです。とても、綺麗な響きですよね、で、なんかちょっと切ない感じもしますし、これもね、開放弦が6弦入ってるので結構、バンバン弾いてもいいと思います。こんな感じで、で、次は C メジャー7のオープンハイコード。これも1、2弦開放のコードですね。これもやっぱハイポジション特有の不思議なこのね、響きがします。で、次が B のオープンハイコード。この Em から Cm7B っていうのはつなげる、セットで使うことができます。もうセットで覚えちゃっても大丈夫だと思います。なので Em から弾くと、こういう風につなげることができます。今コード進行 Em から Cm7B っていきましたけど、こうもいくことができます。Em7 の1弦2弦を開放にしたコードです。とても綺麗なコードだと思います。今回第4弾でお届けするコードはオープンコードですけど、オープンハイコードです。ほとんどがハイフレットを抑えた、コードなんですね。なのでちょっと特殊な、響きがすると思います。
では次は C シャープセブンスナインス。ストロークもいきます。はい、次は A アドナインスに3弦の8フレットを足した音です。とても不思議な雰囲気の、コードですね。はい、次は B の1弦2弦を開放にしたコードです。不思議なコードですね。で、あとこのまんまの押さえ方で、このフレットを2つ分降りると A アドナインスの、コードになります。これ第3弾でもやったコード A アドナインスと、似てるんですけど、こっちのがどちらかというとストロークとかに向いてるかなと思います。下まで6弦まで使うので、なので、みたいな感じで使うことができます。で、今回のこのいくつか紹介したと思うんですけど、いくつか紹介したこのコードはつなげることができます。キーが E でつなげることができます。これは A アドナインスに3弦8フレットを足した音と B ですね。B の1弦2弦オープン。そして最後に C シャープセブンスナインス。で、ちょっと押さえ方を変えて親指で、ベース音を動かしていました。要するに最初の方に紹介したこの5つぐらいのコードは、もうベース音が違うだけで、ほとんど上は同じです。4弦以降はほとんど一緒です。なので、本当に組み合わせて、弾くために今ここでまとめて紹介しています。じゃあ、例えば、こんな感じで使うことができます。で、もちろんこの今回僕がこうやって弾いてるのはこんな感じなんですけど、皆さん自分でそれぞれ独自に
どっか音を足したり、リズムを変えたり、この弦を弾くパターンを変えたりして、独自のものにして、はい、使ってほしいなと思います。うん。アコギでもいけるんですけど、意外とバンドサウンドでエレキでね、アルペジオとかで使うとかっこいい気がします。うん。はい。今回の第4弾、弾いてるだけで心地の良いギターコード、第4弾いかがだったでしょうか？今回は割と、この、キーが E とか、E マイナーとかで使えるものをセットでご紹介いたしました。うん、なんかだからこの6弦とかね使ったりするね、ロックとかでも、うん、使いやすいコードじゃないのかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ゆうじでした。あ、間違えた。ポカット。